気がついたか。すまない、どうなってる。さあな、タイタンと芝のせいでこの辺りはめちゃくちゃになっちまった。それで？予想通り鉄王国が引き始めた。出発するぞ。まだ続ける気か。召喚獣芝のドミナントを撃たずに戻れば、どうせ俺たちは殺される。ならこのまま奴らの引き際を狙う方にかけるのが筋だろう。死にたいなら別だが。こんなところで俺は死ねない。決まりだな。それじゃあさっさと行こうぜ。長いは無用だ。しかし召喚獣の力があれほどとは。人の姿に戻ればやれる。さあ、その時を狙うしかない。めちゃくちゃにしやがって、あの化け物どもめ。とにかく芝のドミナントを探すぞ。鉄王国の兵士どもだ。タイタンに手ひどくやられたが、だが数が少ない。あれは本体じゃないな。待て。エンファーチ、ベッツだ。シヴァのドミナントがいる。ついてるぜ。何？間違いないのか。あの国じゃドミナントは奴隷も同然、化け物だった。クリスタル聖教を信仰する奴らにとって召喚獣の権限は最も危険な儀式。それを取り行うことが許されているのは司祭どもだけだ。さっさと片付けるぞ。フレイスカット、アディアリネアサガリン。ドラッグ
What Alvation now, King? Alad Scully asked. Thank you.
やったか。まだ息がある。急げ、別の一団が来るぞ。片付けてやる。集中しろ。俺は彼女を知っている。何を言ってる。状況が分からんのか。このままじゃやられるぞ。気を引き締めろ。なんとかなったか。これは命令だ、ワイバーン。そいつを殺して今すぐ首を切れ。俺にはできない、できない。サンブレック公国を裏切るのか。俺はただ生きるために剣を振るってきただけだ。あの国に忠誠を誓った覚えはない。誰の指図も受けない。いいだろう。ならば俺は任務を果たして生きる。その娘とサンを殺してな。死にはしない。俺も彼女も。お酒。ああ、見えた。せ。うん。ふう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 。まで押されるとは。
見えた。死ねえ。ファイバー。はい。長くは持たん。さ、こっちだ。くそ、どうなってる。風獄区か、ダルメキアの壁か。鉄王国の軍勢すら一掃できんとは。召喚獣タイタンが聞いて呆れる。まあ、芝は抑えたか。とはいえ。私を好きにしたいなら、もっと働いてもらわねば。姉さん、あの雷鳴。そのうち嫌でも顔を合わせる。見つけたぞ、裏切り者シド。タイに通達。こちらも動く。お前も随分大物になったな。そいつのおかげで助かったんだ。感謝しろよ。
トルガル。ん？こいつの名はトルガルだ。顔なじみか。道理でやけに吠えてきたわけだ。それじゃ、後の世話はお前に任せるぞ。クライブ・ローズフィールド。さっきの炎を操り剣を振るう姿、あれはフェニックスのナイトそのものだ。噂には聞いていたが、本当に生きていたとは。安心しろ、お前をどうこうしたいわけじゃない。俺たちの目的はこの子を口説くことさ。目立った傷はないが、一度見た方がいいだろうな。グッズ頼む。何をする気だ。いえ、俺たちの隠れ家に連れてく。このままにもしておけない。いいぞ。お前も来い。彼女が心配だろ。シド、早く帰ろう。バーサにどやされる。詳しい話は向こうについてからだ。行くぞ。もうじき着く。まだ黒の一帯の中だぞ。ああ、その通りだ。こんなところに住むバカはいない。魔法も使えず草木も生えない土地にな。それが世間の常識でね。なるほど、それで隠れ家か。ようこそ我が家へ。まさか空の文明の遺跡か。ああ、曲がりしてる。雨風をしのげるんでな。魔法を使わずに暮らすなんて。頭を使ってなんとかやってるのさ。ここで取れたんだ。えらく手間暇はかかったかな。うん、行けるのに。戻ったのね。よう、タルヤ。その子が例のドミナント？意識が戻らない。ちょっと体の方を見てもらえないか。分かったわ。グッズ手伝ってちょうだい。ばあさんが。代金は払ってある。大丈夫だから安心なさい。ならいいけど。とびきり腕のいい医者なんだ。任せておけばいい。
ま、好きに見て回れ。俺は部屋にいる。あのベアラー兵、新入りかしら。そろそろ新しい。ちょっとした仕掛けを考えてるんだが、こいつがなかなかうまくいかなくてな。さて、クライブ・ロズフィールド、お前あそこで何をしてた？ザンブレック公国軍のベアラーなんだろう。だとしたら、戦場の混乱に乗じたドミナント暗殺、おおよそそんなところか。殺そうとして気づいた。なぜ彼女が。それであの子を助けるために仲間を切って一緒に逃げようとしたか。ベアラーが任務を放棄すりゃ極刑と決まってる。逃げたところでその刻印だ。いずれは軍の耳にも入るだろう。大した冷落ぶりだな、ローズフィールド卿。客への礼儀ってやつさ。ジルをどうするつもりだ？どうもしない。自分の意思で生きてくれりゃいい。利用する気ならもっとうまくやってる。保護してるだけさ。ドミナントやベアラーたちをな。だがこんなことしてりゃ国から目をつけられちまう。ここの連中を守るために一人でも多くの腕利きが必要でね。力を貸してくれないか、クライブ。シドだったな。彼女のことを任せていいか。弟の仇を討つまでは何も考えられない。仇？もう一体の火の召喚獣、それを狩るドミナントを探している。火の召喚獣に二体目がいた。噂は事実だってのか？あの日俺は弟に生かされた。だから泥水をすすってでも生きてきた。弟のジョシアの敵を討つためだけに生きてきたんだ。奴らの監視から逃れることができた今しかない。
これがきっと最後の機会だろう。最後の。ならもう少し付き合え。仲間にはなれない。最後まで聞け。ザンブレクのロストウィングという村にコートから逃れたベアラーたちが集まってる。そこに火のドミナントらしき奴がいると知らせがあった。本当か。どうだ、付き合うか。仇が見つかるまでだ。支度を急げよ。大広間に行きゃ誰かいるだろう。手を貸してもらえ。いいな。あんた、シドが連れてきた。確かグズと言ったな。これから外へ出る。支度をできる場所はあるか。ばあさんの店と火事場があるよ。ばあさんは取り込み中だし、火事場が先だね。この奥にあるから。火事場か、行ってみよう。待って、これを持っていくといいよ。カジシのブラックソンはお酒が大好きなんだ。多分これで話を聞いてくれる。あんたがブラックソンか。だったらなんだ。用がないならさっさと失せろ。シドとロストウィングに向かう。その前に装備を整えたい。知らねえ野郎のために何だって俺が働かなきゃならん。そういうことか。届け物だ。なるほど、あいつの入れ知恵だな。仕方ない、人肌脱いでやるか。どれ。ザンブレクのベアラーヘってのは相も変わらずひどい装備をしてやがる。まあ今日だけは特別だ。ありものでこしらえてやるよ。
こいつは酒の打賃だ。次回から素材はてめえで持ってこい。恩に着る。シドに振り回されんよう、せいぜい頑張んな。着いたぞ。もう少しだ。おい、その辺を開けてくれ。やれ、今日も怪我人が絶えないな。誰か手が空いてるやつ、水を持ってきてくれ。お、俺が行くよ。あっちをお願い、水を汲んでくるから。おい、待て。まったく、なんだって言うんだ。彼らはザンブレクのベアラーを保護したのさ。主が変わってひどい扱いを受けていたようだ。こいつは治療が必要だな。すまんが、タルヤを呼んできてもらえるか。上の階の医務室にいる。頼む、急いでくれ。タルヤ、あの医者のことか。あら、お見舞いなら別の機会にどうぞ。彼女眠ってるから。いや、あんたを呼びに来た。保護したベアラーを見てもらいたいそうだ。患者はどこ？ああ、下の広場に。これで大丈夫ね。患者を医務室に運んで。今日は大忙しだわ。ありがとうよ。ベアラーを保護するときはいつも怪我人が。今回はまだうまく助けられた方さ。もっとひどいときもある。お前さんか、シドが連れてきたのは。俺はオットーだ。ここのことなら何でも聞いてくれ。出かける支度をしている。あとは道具を揃えるだけだ。ならカローンばあさんだな。声をかけてみろ。ああ、そうする。助かったぜ。礼はまた今度。ここに居つくつもりはない。礼は不要だ。そう言うなよ。助けられりゃ恩に報いるってのがここの流儀なんでね。
大広間の方騒がしかった。鍋の火加減には。あんた新入りだな。いいところに来てくれた。厨房が忙しくて手が足らなくてな。ちょっとテーブルまで料理を運んでもらえないか。もちろんタダでとは言わないさ。ダチンにその箱の中身をくれてやるからよ。いいだろう。助かるよ。あんたの名は？クライブだ。よろしくな、クライブ。俺はケネス。厨房の一切を取り仕切ってる。さて、運んでほしい料理は3皿だ。どれも出来たてで熱いから気をつけろよ。温かい料理か。久しく口にしてなかったな。食事を持ってきた。お、もうできたのか。うまそうだ。ありがとうよ。あんた新入りだろ。早速ケネスのやつにこき使われてるんだな。報酬はもらうさ。精が出るこった。頑張れよ新入り。シードのやつ、もう部屋に戻っちまった。あんたの分の料理だ。わざわざ運んでくれたのかい。歩くのが辛いから助かるよ。前の主人に散々働かされて足を痛めてしまってね。でもここはこんな私でも受け入れてくれる。本当にありがたく思っているよ。畑仕事にはこんなものまで。おい、食事だ。ああ、読み終わったら食べるよ。ここのみんなの力になりたくてね。今はとにかく役に立つ知識を得たいんだ。早く食べないと冷めるぞ。分かったよ、ありがとう。すべて運んだな。ケネスのところへ戻ろう。おお、運び終わったか。ありがとうよ。料理を運んだ先の客は全てベアラーだった。ここではベアラーが人と同じように暮らしているのか。ああ、そうさ。この隠れ家はそういう場所だからな。ベアラーってのは外では奴隷みたいに扱われる。自分から話すことも飯を食うこともできない。もちろん温かい飯なんてありえねえ。でもこの隠れ家じゃ自分の意思で話して自分の意思で飯が食えるんだ。それだけでもここに来た甲斐があるってもんだろ。さて、約束通り打賃を渡そう。そこの箱の中身を持っていくといい。今後ともよろしくな、クライブ。お主は見ない顔だな。新入りかね。クライブだ。はじめましてクライブ。わしの名は
ハルポクラテス二世ヒペルボレイオス。ハルポ…ハルポクラテス二世ヒペルボレイオス。はは、正しく呼べる者がおらぬのでな、皆からは語り部と呼ばれているよ。わしはバリスゼアの歴史と習俗に興味があっての、あらゆる知識を収集し書き留めておるのだ。しかしここでは得られる知識も限られる。仕事のいとまにでも世の中の様子を教えてくれるとありがたい。その時はこのハルポクラテスの備忘録にしたため、いつでも閲覧できるようにしておこう。お主の話はわしの好奇心を刺激してくれる。知識の積み重ねがやがて大きなものとなる。何について知りたいのかな？いつでも来るといい。何か知りたいのかね？また声をかけておくれ。なるほど、これも肥料に使えるのか。今回保護できたベアラーは、こんなとこにもガタが。やれやれ、困ったな。木材が足らなくなっちまった。おお、あんたちょうどよかった。ちょっくら修繕用の木材をもらってきてくれねえか。わかった。おお、引き受けてくれるか。壁の修繕をしているところでな、手が離せなかったんだ。大工仕事か。空の文明の遺跡はもともと頑丈ではあるんだが、それでも長年放っておくと崩れちまう。だからこうしてこまめに修繕しとくんだよ。せっかく育てた苗木が潰されちまったら大変だしな。それでその木材というのはどこに行けばもらえるんだ？木材作業所にいるやつに声をかけてみてくれ。必要なもんを教えてくれるはずだ。すまないな、頼んだぞ。ちょっといいか。修繕用の木材をもらってくるよう頼まれたんだが。ああ、ジョフロア親方だろ。木材ならまとめておいたぜ。
そこに立てかけてあるから持って行ってくれ。そうしよう。手伝ってもらって助かるぜ。ありがとな。これだな。さて、あの大工のところへ持って行こう。早かったな。修繕用の木材をもらってきてくれたかい？これでいいのか？ああ、問題ねえ。ありがとうよ。おかげで修繕がはかどるぜ。遺跡の中の生活なんて危険に思えるか？確かに問題はあるが、外に比べりゃ断然マシさ。雨風はしのげるし、隠れ家としては十分だ。そういや、あんた新入りなんだってな。何かと入り用だろう。これを持って行ってくれ。礼など、いいってことよ。ここでの生活は持ちつ持たれつさ。あんたがカロンか。いくらか道具を融通してほしい。ご挨拶だね。まずは名乗ったらどうだ。新入りクライブだ。お前さん、あの子の飼い主だそうじゃないか。シドが拾ってきてからというもの、私が毎日餌をやってたのさ。これからはあんたがちゃんと面倒見てやんな。もう一人にするんじゃないよ。ああ、分かってる。トルガルが世話になったな。感謝するなら言葉よりも金をお出し。私は商人の端くれだ。金さえ出しゃそれなりのものを売ってやる。さて、道具が入り用なんだろう。何が欲しいんだい？いい選択だ。こんなところか。どうも。なんだ、腹でも減ったのかい。飼い主からもらいなよ。クライブだったか。これもきっと何かの縁だ。あの小袋を一つあんたにくれてやる。余計に仕入れちまって困ってたのさ。ありがとう。今後ともごひいきに。you
支度は。また出かけるのかい、シード。モテる男は忙しいのさ、カロンバーさん。そういうことにしといてやるよ。行くぞ。ああ。また口に入りやがった。なぜクリスタルロードを使わない？仮にもお尋ね者なんでね。おいそれと大街道を通るわけにもいかないだろう。まったく、ここは自慢の抜け道だったんだがな。各地で黒の一帯が広がっている。そんな中でもこの辺りは緑が豊かだ。虫も多くなる。もうすぐザンブレク寮に入る。気が引けるか？いや。ならいい。狩りを教え込んだからな。一緒に旅すりゃ心強い。頼むぞ、トルガル。さあ、日暮れ前に森を抜けちまおう。行こう。
そうそう、この道も少しばかり魔物が出るからな。襲ってくる奴らには気をつけろ。いい気なもんだ。緑が豊かすぎるのも困ったもんだが。早速のお出ましだ。片付けるぞ。クライブ、置いていくぞ。今のはまさか北部の主じゃないか。黒の一帯が北部で広がってると聞く。奴は餌を求めて南下してきたのか。参ったね。ここらもすっかり物騒になっちまった。先へ進むしかないんだろう。おっと、気をつけろよ。
この辺は花に化けた魔物が出るからな。そういうことは早く言え。先導ご苦労、おかげで進めるよ。先に行け。では遠慮なく。遺跡がここにも。ここらには似たようなのがたくさんある。あれが空に浮いてたなんてな。ここまで来ればもう少しだ。抜けちまおう。行くぞ。こっちだ。やれやれ、思わぬ邪魔が入っちまったな。おいおい、嘘だろ。まったく。道が塞がっちまってる。ありがとう。お願い。
ライブやるぞ。ああ、分かってる。結局こうなるとはな。自慢の毎日じゃなかったか。そりゃあ、ついさっきまでの話だろ。まあ、お手並み拝見といくか。
今何にしてんだよ。まだ手間のかかる。ドミナントだったのか。ああ、そうだ。何の因果か召喚獣ラムーに目覚めた。この老体じゃそうそう使えんがね。シド、ドミナントとベアラーを保護していると言ったな。目的は何だ。なあクライブ、ドミナントとベアラーは人と何が違う。ドミナントは宿した召喚獣の力を使うことができる。ベアラーはクリスタルを介さずに魔法を使うことができる。ただそれだけだろう。それだけで俺たちは人として扱われず、人として生きることも許されない。だから数を集めて抵抗しようとでも。
お前くらい若けりゃそういう気も起きたかもしれないがな、俺はただ人と同じように死を迎えたいだけなのさ。うん、クライブ、お前こそ火のドミナントを見つけて何をするつもりだ。殺すだけだ。あんたの話はわからんでもない。だがもし奴をかばうなら容赦しない。弟の仇なんだろ、わかってるさ。行くぞクライブ、もし道に迷ったら水の流れを遡れ。水か、わかった。
どうした？しっかりしろ。こんなところに。はい。あ。それで。この先にいる。ロストウィングに奴らを集めた。よくやった。行くぞ。待ってくれ。約束の金は。我が主は何より忠義に熱いお方でね。仲間を売るような輩に払う金はないってさ。ベネディクタ・ハーマン、ウォールウードの暗部を担う女だ。今なら抑えられるが。誰だ貴様ら、ザンブレク兵か。おい、片付けるぞ。Here!
て。ザンブレク兵か。まあそのなりじゃな。それにしてもナイト様ってのは伊達じゃない。フェニックスの祝福のおかげか。フェニックス、火の召喚獣、それがもう一体現れるなんてな。疑ってるのか。世界をなす8つの要素にその守護者たる召喚獣は1体ずつ。この言い伝えを信じるなら火の召喚獣はフェニックスだけのはずだ。大体ドミナントはそう簡単に生まれるもんじゃない。先代が死んでから長いこと現れんことすらある。だが嘘だとも思っちゃいないぜ。火のドミナントに会えば少しは真実に近づけるだろうが、さてどうなることか。奴らが向かったのはロストウィングだ。急ごう、日も暮れる。この死体はどうする。ほっとけ、いただくもんはいただいた。
かり日が暮れちまった。だがここからなら近い。ロストウィングはあの遺跡の麓に。話によればあれは飛空艇の遺跡なんだろう。大昔に空をかけた船の誰の果てか。本当にあそこに火のドミナントはいるんだろうな。そればかりは仲間を信じるほかない。嫌な予感がする。行こう。